皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。毎日暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。まあ暑いとね、熱中症がすごく心配です。水分補給とっても大事ですよね。冷たい飲み物がね、常にあると嬉しいものですけども、そんなね、冷たい飲み物を運ぶものといったら水筒ですよね。私の動画で水筒、多分初めてのご紹介になると思うんですけども、カインズで、ホームセンターのカインズで、水筒を買ってきました。ご紹介したいと思います。それがこちら、じゃん。はい、こんな感じの水筒を買ってみました。これメーカーピーコックの、水筒ということになります。でね、特徴がここに今4つ書いてあるんですけども、ちょっと拡大しましょうかね。保温保冷療用、口径44mm、本体丸洗い OK で、シンプル構造ということで、この商品名が 2way mug ということでですね、こんな感じの水筒を選んでみました。まあ水筒ね、売り場にいろんな種類の水筒、そしていろんなカラーの水筒がありましたけども、私今回買ったやつは、これ確かここに書いてあったかな、 0.5リットル、500ml のタイプになります。ペットボトル1本がちょうど入る量でしょうかね。 300ml だとやっぱりちょっと少ないかなと、逆に600とかあんまり多くても重たいからね、持ち運ぶのにね、私このぐらいがちょうどいいかなと思って、このピッコックの水筒を選んでみました。じゃあ早速ね、中身開けてお見せしたいと思います。じゃあ、箱開けていきます。水筒こんな感じで入ってましたね。オープン、そうだ、これこんな風になってるんだ。オープン、はい、出ました。本体と、あと説明書は特にないのかな、説明書は特にないかな。はい、説明書は箱に書いてあるんだね。でこんな感じですかね。はい、じゃあ早速袋を開けてみます。こんな感じ。はい、これね、色がですね、何色って書いてあったかな、売り場にはね、なんとか、スモーキングブルーとかっていう色だったかなと思います。でこれね、上の部分が、これは今ワンタッチのタイプですけども、これ交換ができるんですよね。これ交換用のやつがついてましたけども、これは開け方はこのロックを解除して、ここをポンとね、こんな感じで飲み口が出てきます。で終わったら閉めてロックポチッとね。昔私が小さい頃の水筒イコールこうくるくる回して、回した部分がコップになって、ジャーってこの飲み物を継ぐっていうのが昔の水筒でしたけどね、今はねこういうタイプの水筒多いですよね。でね、このいろんな種類の水筒があって、この飲み口の大きさとかもいろいろあってね、自分に合うのがどれかなと思って、いろいろと、じっくり吟味してこれをね選んでみました。ちなみに入れるところ、こんな感じかな、中はねこんな感じになってます。はい、500ml の水筒でした。というわけでね、今回はカインズで、水筒を買ってきたというね、動画でした。いやー、本当暑い日が毎日続きましたからね、こういったあの水分補給大事だと思いますしね、氷入れてね、冷たい飲み物がいつでもね飲めるっていうのはすごく嬉しいなと思います。これとってもいい感じの質感でね、あのこれからね毎日持ち運ぶのにね、いいかななんて思いました。というわけで今日は、新しく買った、水筒、ピッコックのね水筒をね新しく買ったので、これを開封してみたという動画でした。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。この度 YouTube PR 用の Twitter アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。